お、こんばんは。よいしょ。やっほー。こんばんは。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んー、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香です。こんばんは。やっほー。本日も、今日も今日とて、おどんろのお稽古でした。お疲れ様だった、ありがとう。お疲れ、みんなもお疲れ。いい、遅くまで大変ねって。最近はもう本当にがっつりがっつりがっつりやってるね。今さっき帰ってきてご飯食べて、今そう、足パンパンだ、頭もパンパンだ。明日はね、衣装好き投資なんです。そう、頭の整理はできてるって。できてないできてない。ここ数日でね、振り付けがいっぱい入ってきて、頭パンパン。うん、いや、大丈夫なんかな明日。なんか舞台で初めてこんなに長くお稽古をしてんねんけどさ、期間的にも時間的にもここまで、ま、なんだろう、まあ、長い時ももちろんあんねんけどさ、まずね、そう期間的にね、1ヶ月以上にしお稽古がある舞台って初めてなの。長くて3週間、長くて、そうね、長くて3週間ぐらいやってんけど、今回おどんろは1か、そうね、1ヶ月と1週間2週間ぐらいかなあったので、そうだからって思ってたけど、って思ってたのよ。あ、結構長めにお稽古できるんだなって思っててんけど、全然、なんかむしろ、え、足りるぐらいの、なんかなんか自分的に、あれ、もう本番じゃないみたいなっていうぐらいのね、内容量、まあ内容量で言ったらもちろん他の舞台もさいっぱいあったけど、でもなんか
そんな感じ。すごい、こんな一日中みっちりやって、まあでももちろんね、あのしっかり休憩15分とか10分休憩とか換気のね休憩があるからあれだけど、でもほんとそれ以外ずっとぶーっと推しでやってるから、でもあれもうこんな時間、え時間ない時間ないみたいなってなってるから、なんかすごいなって思う。そう、散髪に行きたい、髪が重い。そう、だいぶ伸びたねって、だいぶ伸びちゃった髪、邪魔。もうバリカンでここガーっていきたいぐらいの、もう髪が重くて長くて邪魔で今嫌になっちゃう。そう、ね、散髪しようってね、したい、すっきりしたい、なんか今そう、なんかすっきりさっぱりしたい。そうなのよ、自分で切れたら一番楽やのにね。美容院ってさ、だっていついついけるかな、この日やったら、この日のこの時間やったらいけんな、ちょっと調べてみよう、調べたらいつも行ってる病院、あーこの時間帯無理じゃんってなるからさ、ねえ、出張美容室とかないのかなありそうやけどね、なんか探せば。お家に切りに来てほしい、ありそうですね、ね、ありそうよね、探せば。なんか出張美容室、ねえ、うん、そう、やだわ、ねえ、ね、アイドルやってなかったらね、ツーブロとかしたかったけどね、若い、もっともっと若いうちにやっとけばよかったな、なんかそう、すごい思う。ねえ、18歳とかさ、まだ20歳になる前とかにさ、そういう冒険とかをしとけばよかったなって思うよね。ねえ、髪の
制約とかあるの？いや別に今までなかったけど、 AKB にいたらね特に別に髪を、まあ初期の頃はね髪切っちゃダメみたいな、髪型変えちゃダメっていうのはあったんですけど、そう8の初期はね。でそう、まあ髪の毛も巻いてもいいってちょっとずつなって、髪も染めていいみたいななってきて、そっからはね別に何もなかったんですよ。そうでも大西事務所入ってもそういろいろやらせていただいてるから、うん、まあね、カツラをかぶっていい舞台とか映像のあれなら別にいいけど、今はね髪の毛多分ツーブロとかにしたら怒られると思うからできないんですよね勝手に。そうでもやるならさ25歳までにやりたいよねそうだって今が人生で一番若いんだから、今の人生の中で今が一番若いんだからさ、挑戦しやな。そうよね、いつの日か。ねえ、人生でやってみたいよね。借り上げたことあったっけ？人生で一回もない、どこの毛もない、借り上げたこと。そうバリカン使ったことないな。そう高校の時にさ同級生の女の子がねここやっててバリカンでもね、それはそれで大変そうやったのよ。なんか伸びてくるこの途中がさ、それ見てたからさ、あしたい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 っていう欲ではないねんけどさ、そう我々でね大変そうなんですよ。元に戻すのが大変で、そうなのよね、それが大変そう。それに面倒くさくなってあーってなっちゃうのもさーやだもん。今日はあのなんか穏やかな顔してる気がするって、そう？いつも険しい？いつも険しいですか？他にどんな髪型やってみたいですか？やってみたい髪型？もうガチのうん、うん、やんないけど、やんないけどね、やんないけど、もうガチのなんか、お、止まっちゃったね、ごめんよ。ごめんよ、止まっちゃったね。
ただいま 20% って。正解。残り 20% だって。そう、なーちゃんぐらいはって。ナナさん長いよね、なんだかんだ。今もうこのさ、分け目とかは一回なくして、こっからもうこっから持ってきて今できひんけどさ、もうなんだろう、なんだろう、マッシュとかではないけど、なんかさ、中学校の時とかにさ、男の子でさ、この辺までのさ、サラサラの髪の黒い髪の人とかいるやん。そう、なんかね、今舞台そのおどんろでご一緒してる小越さんって方がいらっしゃるんですよ。そう、そう、小越さんって方がいらっしゃるんですけど、その方の髪型がめっちゃ良くて、大西もあんなにしたいなって思いながら見てる。いい髪型だなぁと思って、西もあんな髪型してみたいと思いながらいつも見ている。そう、そう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 、また対抗心よって。対抗心、今回は対抗心はないね。三国無双の時はなんかやたら対抗心があったけど。そう、そう、挑戦したい髪色はあえて、髪色はね、もうないな。黒でいいって今はなってる。でもインナーとかそういう、なんだろうね、毛はまたやりたいなって思うけど、そう、でもベースは黒がいいなってやっぱ思う。うん、そう、あ、なくなった。うん、ベリーショートやってみないって。やりたいよね。でも前にね、一回ギリこの辺ぐらいで切ったことがあるのよ、髪の毛。そう、この辺まで切ってっていう時があってんけど、そう、泣いたやつだっけって、うん、あれはまだ長い方やったと思う。あれよりもうちょっと短い時期があったのよ、おにし。なんかそう、今言ってる泣いたのはなんか一回そう、この辺で切られちゃったことがあってね、おにし。まあ、今もそんぐらいなんですけど、そう、予定より短く切られちゃって一回泣いたんですけど、そっからね、あ、こんぐらいもええなと思って、そっから短くて、で一回その切られた時はこんぐらいだったんですけど、ここぐらいの時があったんですよね、一時期。そうで、その時にちょうどエイト公演、チームエイトの
公演でキャンディーやってたんですよ、西あのユニット、かわいいかわいいユニットをやってたのね。そう、衣装着た瞬間になんかやばすぎてなんかそう、その時は泣かなかったのって、その時は大西が頼んでこの辺にしてもらったから髪の毛。そう、こんぐらいの時があったんですよ、一回。わかりづらいな、合わなかった。そう、まあ可愛い曲と可愛い衣装やったからさ、こんぐらいやったかな。そう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 、そう、まあ衣装に合う合わないがね出てきちゃうから、あんま短く切れないんですけど、そうね。う、大西の左手が、そう、そんな感じ。まあ髪型についてはね、とりあえず今は切りたいっていう感情。二重幅すごいねって、左目やろ。でも今日だいぶマシ。あ、ちょっと前でも赤いかね、左目がねちょっとね、やっぱこれね花粉もあるんですよね。そう、目鉢子のやつもあるんですけど、やっぱ花粉でどうしてもね寝てる間にね目こすっちゃったりするんですよね。眼帯しててもあんま意味なくて、なんか眼帯の上からこうやってるみたいで、うん、タイプ直ってほしいよね。うん、今何時、ちょっと画角変えるね。37分だ。つい。そろそろ終わろうか。明日もちょっと長いから。よし。頑張ろう。ちょっとこの後もう一回。明日の復習してからお風呂入って寝るわ。よし、じゃあランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位ハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がプロスペクトさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がエニョアットマークももかえのあいさん、ありがとうございます。イエイ。そして5位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます。イエイ。そして、7位がヒカル 400X アットマーク毎日稽古お疲れ様、ゆっくり休んでねさん、ありがとうございます。イエイ。そして、8位がたかたかさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がまゆのすけさん、ありがとうございます。イエイ。
そして10位がアキッチさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が間違えた、11位が、あ、変わった変わった、もう一回いきます。1位、サトチアットマーク大西軍を今日誕生日でしたさん、ありがとうございます、イエイ、おめでとうございます、ハッピーバースデー。そして2位がハギハギさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がプロスペクトさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がエニュアットマークももかやのあいさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がアキッチさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がヒカル 400X あと毎日稽古お疲れ様、ゆっくり休んでねさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がタカタカさん、ありがとうございます、イエイ。そして11位がマユノスケさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位がマカロニ48さん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がモグヘイさん、ありがとうございました、イエイ、ありがとうございます。ということでですね、そしてタワーだって、なんで大西のとこ最近画面にすら映らないんだろう。タワー、あ、1位の方ありがとうございます。じゃあ見ますね、サトチアットマーク大西軍今日誕生日でしたさん、サトチさん、サトチさん、サトチさん、タワーありがとうございます、ありがとう、お誕生日おめでとうございます、良い一年にしてください、イエイ、ありがとうございます、ありがとう。ということでですね、では本日はこの辺で、あ、終わりにしたいと思います。ということで、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んー、でもやっぱりそこは、せーの、うまい色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西ももかでした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では明日頑張ってきます。じゃあね、ありがとうございました。おやすみなさーい。バイバーイ。バイバイ。また明日ー。